来るまでの間ずっと願ってたよ。そのダイヤをど分かりきったこと聞くんじゃねえ。敵と取引するつもりか。中のチップが敵の手に渡ればどれだけの人だから。なんだ、他の奴らがどうなろうが知ったことか。俺は壊す、奪う、犯すが。それなら、どうしてあの時僕を救った？ヒーローごっこはうんざりだ。じゃあな。トリガーを引く前に手首ごとぶった切ってやる。同じだ、出会った時のやりとりと。あれからずっと力を合わせてここまで来たのに。選別に教えてやるよ、ドギー。敵の前でそうやって隙を見せるのは殺せっつってんのと同じだ。やられる。チップは渡せない。あいつを生かせ。はしかれた。遅い。やめろ。国家警察だ。ナイフを捨てろ。殺だと？くっ。待て。後半で逮捕する。待て。俺のバッグにはマフィアがついてんだ。
ここで俺を逮捕してみろ。あんた、明日の朝には川の底に沈んでるぜ。そんな脅しに屈してたら警察は務まらないよ。くそ、なんでハッタリを見抜いた。なんだ、マフィアの話は嘘なのか。どっちだろうと僕のすべきことは変わらないけどな。クリスマスくらい多めに見ろよ。たかがひったくりだろ。我がって考え方はしないようにしてるんだ。ほら立ってくれ。刑事さん、よくやってくれた。国家警察も捨てたもんじゃないな。本当、ひったくりなんて普通は取り合ってもらえないのに。ほらな、エリート警察は。悪いな、興味津々で。さあ一緒に来てもらうぞ。ちくしょう、エリートならエリートらしく大物狙えよ。臨時ニュースをお伝えします。世界的な大怪盗ビーストが隣国の美術館に現れ、国宝の宝石を強奪しました。ビーストによる窃盗事件は認識されているだけで16カ国に及びます。被害総額は実に数百億とも言われており。失礼いたします。ルーク・ウィリアムズ、5分遅刻だ。定例会議の予定は伝えてあるはずだぞ。すみません、送検に少し手間取りまして。またゴミのような犯罪を追いかけていたのかね。3年目にもなって成長のない。君にはキャリアの自覚が足りんのだ。時間と能力は有効に使いたまえ。着席を。はい、申し訳ありません。話を続ける。周知の通り、怪盗ビーストがとうとう隣国にまで現れた。おい、映像を。怪盗ビースト、被害総額、犯行は直情的で力任せにもかかわらず捕まらないのは、近接長らく南半球で活動していたが徐々に北上し、この度我らの隣国をも毒牙にかけた。奴が狙うのは名だたる宝石ばかりだ。我が国も貴重な宝石を多数有している。決して17カ国目にならぬよう。怪盗ビースト、エリートならエリートらしく大物狙えよ。世界規模の犯罪者ともなると、さすがに別次元の話に思えるというか。ウィリアムズ、ルーク・ウィリアムズ。はい。遅刻した上に上の空か。
いいご身分だな。いえ、ご説明は聞いておりました。ほう、では答えろ。ビーストの窃盗被害に遭ったのは隣国で何カ国目だ？記念すべき100カ国目です。抱きすべきバカだ。お前に聞いた私もまた愚かだった。冗談のつもりだったんだけど。もう一回だけチャンスを。怪盗ビーストが扱う武器は何だ？私の話を聞いていたなら答えられるはずだぞ。武器？そんな話出てたっけ？全然思い出せないぞ。そうだ、もしかしたらビーストの映像にヒントが隠れているかもしれない。よく見るんだ。野生的なシルエット、うん、手に何か装着してるぞ。長く怪盗ビーストの武器か。隣国で盗まれた宝石だ。パパラチアサファイアと書いてある。サファイアというと青いイメージがあるけど、オレンジ色のものもあるのか。国宝になるくらいだし、相当貴重なものなんだろうな。どうしたウィリアムズ、私の説明を聞いていたのならすぐ答えられるはずだぞ。怪盗ビーストの武器は？はい、やつの武器は銃です。なるほど。そう、一つお前は注意力に欠ける。二つ観察眼もまだまだだ。映像をよく見ればビーストの武器が鍵爪であることくらいわかるはず。以上2点。よって神木の評価を2段階下げておく。これ、正解は警部は武器の話をしていませんだったってことか。意地の悪い質問だな。観察眼の。もういい、さっさと座れ。会議を続ける。はい。いいかね諸君、16カ国も鍵爪も全く他人事ではない。我が国にいつビーストの脅威が迫ってもおかしくないのだ。そこで先んじて対策本部を設立することとした。ビーストは世界を股にかける大泥棒。逮捕できれば出世が約束されるぞ。私も諸君もだ。デニス警視殿の指揮があれば怪盗一匹なぞ楽勝でしょう。すると警視殿もついに警視正ですか。ふんふん、成功のためにも対策本部には多くの人員が必要だ。よって予定していた連続傷害事件の調査は取りやめて地方警察に回すこととした。え、ちょっと待ってください。質問なら後にしたまえ。しかしあの事件ではすでに数名の重傷者が。被害地域も拡大しています。決して小さな事件ではありません。引き続き国家警察で捜査すべきじゃないでしょうか。ジェイスン警部、一体どんな教育を施せばこうなるのだね。お許しください。
ウィリアムス、会議を妨害するなら出て行け。そんなつもりは。ただ来るかどうかもしれない怪盗より切迫した問題があるのではと。お前と議論するつもりはない。出て行けと言っているんだ。それから明日までに報告書をまとめておけ。お前のくだらん仕事のな。はい、申し訳ありませんでした。またこの流れかよ。あいつ何のためにキャリアになったんだ。亡くなったお父さんの影響でしょ。その親父もコソ泥やチンピラばかり追ってたらしいぜ。挙句パトロール中にズドン。くだらない人生。し、聞こえるわよ。構やしないよ。警部もいっつもぼやいてるぜ。ルーク・ウィリアムズが使い続けるせいでいつまで経ってもガラクタの銃が処分できない。あいつの親父も命令違反の常習犯だったが、あいつはそれ以上のバカだってさ。ガラクタの銃？知らないのか。まあ何年も前に廃れた試作品だからな。あいつの銃、殺傷力が低い上に狙いがまるで定まらないんだ。親父さんが使ってたんだとさ。ここで使ってるのもうあいつだけだぜ。あれ、でもルークって射撃のスコアだけは相当。だから処分できないんだろ。役に立たないガラクタも、余計なことしかしないガラクタも。報告書進まないな。日が変わる前に終わらせたかったけど、タイムアウトか。3、2、1。12月25日。なんで僕には赤ちゃん。遠いお家に大切にしまってあるからよ。なんで僕はここにいるの。遠いお家から引っ越すことになったからよ。なんで僕には父さんや母さんがいないの。なんでな。もううるさいわね。こっちだって仕事があるのよ。なんで、なんで、なんで僕は誰ともつながってないの。危ない。すいません刑事さん、ごめん。勝手に施設を出ちゃダメだと何度も言って聞かせていたんですが。いや、そんな。ねえあんた、ちゃんとごめんなさいって言った。ありがとうございますわ。あ、またご飯抜きになるよ。口で言ってもわからないんだから。
おい、刑事さんの前だぞ。冗談よ冗談ね、坊や。すみません。この子の里親って決まってたりするんですかね。は？いや、手続きやら何やらでだいぶ日が経っちまう。改めてエドワード・ウィリアムズだ。よろしく。なんで僕を連れて行くの？もともと息子がいたら楽しいだろうなって思ってたんだ。奥さんが死んじまってから寂しい暮らしをしてたもんでさ。違くて。なんで僕なの？もっといい子はいっぱいいるよ。みんなそう言ってた。そりゃ世界は広いからな。自分より顔や頭がいいやつなんていく。困った顔してるね。施設の人に怒られてた時と一緒だ。え？僕、表情がないんだって。あるよ。張り詰めてて見えにくいだけだ。でも俺にはよく見える。だから君は一番いい子なんだよ。俺との相性が一番いい。おじさんってテレビで見たヒーローに似てるね。え？嬉しいことを言ってくれるな。俺昔から。そうなの。君の夢は何だい？よくわからない。じゃあ俺と一緒にヒーローを目指すか。おじさんと一緒に？ヒーローってどうやってなるの？困っている人がいたら絶対に放っておかない。多分僕でもできる。もちろん。ヒーローが二人ってそりゃ最強の相棒だよな。どんな悪党が来たってへっちゃらだ。どんな悲しいことだって吹き飛ばせる。ボカーン。素敵な笑顔だ。今君は自分の周りの壁を壊したよ。ボカーンって。そうして初めて困っている人の顔が見えるようになるんだ。いっぱい笑っていっぱい泣いてヒーローになろう。一緒に戦おう。わかった。僕はヒーローになる。おじさんと一緒に。